私もちょっと家族をですね、小さい時に
暴れん坊の家族がいたもんですから、そういった、暴力がある王子の大変さをよく知ってましたので、彼がそのまま「じゃあね」って、うちは泊まるところじゃないからね、訓練する要素だからということで「じゃあね」っていうことも誰からも私たちは責められません。でも私は思いました。彼がたとえ兄貴に怪我して殴られて亡くなったり、道で家出して食べるものがなくて倒れても、新聞の一行にもならないちっちゃなちっちゃな存在だなっていうことを思ったときに、職員ですね、今日から預かるよということで職員も反対しませんでした。後で分かると思うんですが、私たちの事業所は本当に寝泊まりするところではありません。ゴールデンホームの岡本さんの協力をいただいて事務所にしてますので、でも岡本さんですね、奥さんの方からお布団の一組をいただいて寒い時ですので、畳のところには彼を寝かしてですね、青年ですので、あの時36歳かな、青年ですので若いで青年を預かっているんで、職員2人体制で寝袋とあとは毛布をサンドイッチしてですね、私たちは床の上で4ヶ月過ごしました。そしてですね、ある時預かって、1月19日から預かって、2月の27日土曜日明け方5時過ぎにですね、皆さん記憶にあると思うんですが、沖縄で珍しく震度5の大きい地震がありました。その時ですね、本当にガタガタって長く揺れたんですね。大きいってもとても四角なんです。でも私は自分のアパートにおるわけじゃなくて、シード側に事業所で彼を保護していました。その時に最初に思ったのが、アパートで過ごしている私の子供たちはどうなったのかなって思った時に、娘から電話があって、お母さん大丈夫ね、私はシード側を立ち上げて一度も後悔したことはないんですけども、その時だけ一回だけですね、私は何てことをしたんだろう、このまま、ね、テストとかありますように、子供たちが親がいないところでね亡くなってしまった時は私は一生後悔するという、その一瞬だけですね思いました。でもおかげさまで今日も長男のアトム、次男の未来、長女のクレア、三男の吉田も昨日からずっと手伝ってくれて、この母親をですね応援してくれています。本当に家族が一番の応援団体の、普通親がですね子供を応援するんですが、うちは逆で、本当にこんなねいろんなことをやる破天荒な母ちゃんはですね、子供たちがよくぞ売れずにですね育ってきたなっていうのが、今回子供たちにありがとうって伝えたいと思っています。でもこの日にちですね、2月27日土曜日っていうのは、この彼はですね、この辺の暦がですね、何曜日、誕生日、いつというのが分かるんですね。4ヶ月お預かりするときにクイズに出してから生活費稼ごうかなっていう、ね、話をしてた。今ハウスセンターでね、しっかり8年目、9年目ですか、8年間働き続けている彼のですね姿が私たちの励みです。今日こうしてくれたのはですね、これまで治療会を支えてくださったスタッフなしではありません。この所長はですね、今は何やりたい、これやりたいって言ってもみんなついてきてくれました。今回も1年かかりでここをこんな風にやろうねっていうことでついてきて、なんと就労支援もしながら、定着支援もしながら、企業開拓もしながら、SB ハウスセンターで2人の採用がまだ決まったんですが、朝からずっと支援に入りながら、このようにですね、会を昨日の8時ぐらいまで、こちらを準備させていただきました。とりあえずスタッフの後で自己紹介させていただきます。職員ともども、障害を持つ方々の働き幸せを支援できることの感動と、学ぶことの大きさに日々感謝しております。10周年を迎えました。今日は大事な節目として、シードは小さな一歩を踏み出します。こ
今後とも一層のご鞭撻を賜りますよう改めてお願い申し上げます。アシュラムセンターの主幹牧師、シードの会の名前の由来の長男、恵美先生は、滋賀県から駆けつけますので、到着次第挨拶をいただきたいと思っています。ご列席を、多くの方々がご列席いただきまして、このように盛大に、また和やかに、素敵に会が進むことをありがとうございます。私の好きな言葉に、愛とは大きな愛情を持って小さなことをすること、マザー・テレサの言葉が好きです。今後ともさらなるご支援を賜りますよう心からお願い申し上げ、ご挨拶に返させていただきます。平成30年11月18日日曜日、チュールゆかる日に、シード馬会理事長石垣晴美、ありがとうございます。かなりですね、電話がかかってくるんですね。おいしいご飯をしてると。で、なんか、差し入れがおいしいのとか、ここが優しいところですね。自分だったけど、今からちょっと、もう誰も、よく分かって、自分の時にね、こうやってしましょうっていうふうになるんで、誰かいたら来てね、一緒に食べようっていう、そういう気持ちがあるんですよ。それで、電話がたまにかかってきちゃうんですよ。で、そこにも、おいしいご飯ですよ。で、ケーキ餅とか。来ますから、あ、もうすぐ来ます。もうすぐ、そこ、亡くならないとすぐ行って、で、事務所に訪ねたら、コーヒー飲んだら、すぐ買う。もう、カメカメ、おばあちゃんに、無名カメ。そういう感じなんですよ、いつもね。で、もう、だいぶ、たぶん、もう、覚えてはらなくなったみたいに思って、発車やな、出たとしたら、そうですか。実はですね、実はですねって過去なくなるんですよ。実はですね、お願いのことがあるんですよ。何ですか、やっぱ治療がね、歌を作ってほしい。で、詩もついでに作って、まず隠し作ってほしいんですよ。私、歌なんていうの、簡単に言うんですよね。曲も詩も、作れないでいきますよ。できたらやればね、大丈夫ですよ。ところが、シードが欲しいんですよね。なかなかいい作品だなっていうのができるために自分も納得して、でそういうことでないと、自分も納得しないです。こっちも納得しない。前に何て言ってたんですか、曲っていうのは僕の場合、湧いてて、僕が作ったっていう意識は全くない。自分で作る曲もできるけど、自分が作ったのに、何だろうこれって、自分も誰かが作った時に、へーっていう。この深い意識であるんですよ。これはへーっていう感じでないと、自分たちも申し訳ないし、で、ね、シエさんも、なんとしないかもう笑ってですね、で、聞こうね、いつだって、2週間後。はぁ、で、いくらなんでも、それはね、で、お前も笑ってんですよ。で、いつも、私は来年から、まあ、少なくとも半年ぐらいで、で、2週間後に、嘘でしょ。で、もう笑ってね、で、実は、バイオの話も書いてたんで、簡単にできないでと、できて、いや、もう見てもらったって、どんな話して出たないのか、実は、大切な君っていう本があると、ユーアスペシャルって言って、で、この絵本の、この、精神、理念、これが治療のね、この核になる、中核になるようなものなんだと。で、渡されたわけですよ。だから、そうですかって、そういうふうな感じの内容で、内容が。で、そのままメールを読んでくれて、お家に帰ったことができる。いくら何でも、それさ、まあ、できるかもしれないけどね、できないかもしれないけど、まあ、初期はもう、多分ダメでしょって思いましたよ。だから、お家に帰って、翌日のね、朝、布団の中でね、すらすらすらと、歌詞、詩がね、割れてるんですよ。あれ、これ忘れてるの、書けばいいんですよ。できたんですよ。不思議と、翌日の朝ですよ。あ、これはなんか不思議なこともあるので、これひょっとしたらいけるかもしれませんので、それから、まあ、メロディーを温めて、ここからあるんですから、一緒に囲んでた。先生、またこういうこと、電話かけてね、だから、あ、そうだよ、メロディーまだ出てないけど、どうしようかなってですね、うん、じゃあ、
これにもまた来てくださいねみたいな感じだったんですよ。動きが硬くなったら切って、で、あの魚屋にですね、あの買い物に行ったんですよ。大丈夫です、ちょっと遅いですね、お金に水が入ってるんです。で、この趣味の坂を下りて行こうというところが、その前に、あ、出てから歩いてるんだ、寝る時がさーっと終わりです。あ、ここで寝るんだ、え、素敵なんだ。だから、作るんじゃないですか、バイル、あれって、あらら、これでここでボタンを書き取って、結局1週間くらいかで、メロディーが置いて、できて、あら、だからもう、え、なんだろうみたいな感じですね。で、できて、それから、BGM で聞こえるような、聞くことができる感じができたんで、それから、残りの1週間くらいで、CD に焼き付けて作って、で、なんとか、間に合ったという、そういう経緯があります。だから僕も、僕が作ったというよりは、僕、作らされたという。必ず、できるから、まずやってごらんというのは、今の人思うとね、僕、作らされたなというところで、もう僕、ワイプの向こうが、えいとかしてない。やったら、便利も、そう見ないからね、今、本当にそんな気持ちがしますね。あ、はい。はい、それ以来、浦添先生はコーヒーがいかがかトラウマになっているみたいですけど、歌の前に一言言わせてください。今、コーヒーを見るつもりで育てたんですけど、人を話したいように聞いて、実は眠ったんですよ。この眠ったものを読んで、それから歌いながらですね、読ませてください。くずこし2分ぐらいです。くずこし人生とは誰がと生きることです。誰と生きますか、どういう人と一緒に生きますか、そのことが私がチーロワの仲間である理由です。厳しい環境にあることを自覚し、着実に確実に一歩ずつ自分を磨きながら生きる。辛いことも笑い飛ばして、そのような人の群れが今時どこにあるでしょうか。社会は大方ナンバーワン思考ですが、チーロワはオンリーワン思考、オンリーワン集団です。命は平等であり、命は一つです。大切な君、You are special。チーロワの原点はそこにありそうです。素敵な歌が実はあります。松は松、炭では炭で、おのずからおのが道あり、おのが道行く。なるほどですね、実は私にとっということで、このオンリーワン集団、この集団ね、そういう趣旨の内容もだと思います。ということで、みんなで歌いましょうか。どんな道ですか、thank you.
吉野さんが次男、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